砂丸さん500円ありがとうございます。鉄の巨人の子供っぽさイコールクラブウターマンを思い出した。うわなるほど。野田さんも気になさってたし神木さんも気になってた鉄の巨人の話口調ズニーシャの順ずるとか小難しい形式ばった会話というよりはまだかな会いたいなみたいなさ。今週の鉄の巨人のジョイボーイどこ行った、会いたいな、いたよねジョイボーイ、変だな変だな、なんか子供っぽさっていうのがあるのがクラブウターマンを思い出したと。この方はねイム様法による大穴やルッチたちがいることでエニエスロビー編のバージョンアップ要素もあるとして、もし何かしら伏線回収あったら熱いですねと。鉄の巨人がどういう原理で動いているのかがニカの何らかの原動力、ニカを起因として鉄の巨人が動いているとして、その鉄の巨人の意志とか意識ってどうなってるんだっていうさ。鉄の巨人っていわゆるロボットじゃん。でロボットって現実世界では人間が作ったプログラムにのっとってプログラムの通り動くのがロボットじゃん。こういう状況の時はこう動きなさいとかさ、こういう信号を送ったらこう右手を上げなさいとかさ、でそれを複雑に複雑にプログラムしていってどん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 精巧な人間に近しいロボットっていうのが今どんどん作られていく AI でとかっていうさ。でそんな中すまないジョイボーイって言葉があるんだけど、そこに違和感があるというか、このチャンネルよく紹介するんですけど、すまないジョイボーイって明らかにおかしくて、だってロボットって人間がプログラムした通りに動くんだから、もし鉄巨人に何か不備があったらそれを作ったやつのせいじゃん。それをプログラムしたやつのせいで鉄の巨人はすまないって謝る必要は絶対にないんだけど、すまないジョイボーイってことは鉄の巨人が誰かに謝罪してる、謝罪の気持ち、申し訳ない気持ちがあるっていうことだから、もう完全に意識があるというか自我を持っているというか、プログラムされて作られたもの手だけじゃない、そこからもうさらに超えたさらに人間に近い存在っていうことなんだけど、確かにクラブウターマンの存在とかっていうのをここに組み込んで話すと結構なんか分かりやすくはなっていくのかもしれないね。つまり鉄の巨人は誰かに愛されて作られた鉄の巨人であり、プログラムされた通りに動くロボットなんだけど、メリー号みたいに愛されて育ったからクラブウターマンっていうのがこう現れて、それがその鉄巨人のこう意識になったっていう。でそう考えてみたらメリー号も謝ってたもんね、ごめんねっていう、君たちをもっと遠くまで連れて行きたかったって。メリー号に現れたクラブウターマンは麦わらの一味たちに対して謝ってるっていう図式もあるんで、あそこは泣けるな。だから鉄の巨人がすまないジョイボーイって謝ったり、どこだどこだって言ってるのとかで、あとこの子供っぽさっていうのが若干強調して今回描かれてるのもあるんで、もしかしたら鉄の巨人の中のクラブウターマンがあの時のメリー号みたいに今喋ってんのかもしれない。ジョイボーイどこっていう、まあそうだね、サニー号ももうクラブウターマンが宿ってるぐらいにはなってると考えてもいいんだろうね。ただそのフィルムレッドの最後のシーンがかなり意味深だったのよ。歌とシャンクスとの物語ブワいろいろありました。で最後の最後全部の冒険終わったルフィがサニー号の先週のところで、おいサニーサニーみたいなって返事してもらえず、んーみたいななんか感じのが最後差し込まれるんだよね、サクロールの後か。だからなんかクラブウターマンがいるかいないかなんかギリギリのところぐらいなのかな今ね。そうそう、サニーくんみたいなのがあったからサニーと話せるんじゃないかと思ってルフィは声かけるんだけど返事はないみたいなので、確かねフィルムレッド終わってんだよ。いやこの鉄巨人とクラブウターマン合わせて考えるのは熱いと思うわ。というかなんかそんな感じしてくるわ。クラブウターマンだとしたら物に悪魔の実を食べさせる技術とかもクラブウターマン関係してんのかとか、クラブウターマンを動かすのが古代の動力なのかとか、クラブウターマンを陽気に動かすのがドンドットットっていう、だクラブウターマンが元気になれば鉄巨人が動くみたいな話になるのかな。そうなってくるとなんか難しくなってくるな、ちょっとな。クラブウターマンを絡めると鉄巨人の中にいるクラブウターマンに働きかけられるのがニカのドンドットットのリズムみたいなね。それかもうなんかそういうことじゃなくて、もう無機質に単純にニカのドンドットットっていうその振動が鉄巨人に伝わって、振動で鉄巨人が動くっていうなんか現実的な考えした方がいいのか、クラブウターマンを絡めるとちょっとなんかロマンがあるよね。なんか漫画っぽいというかロマンがある感じがする。でそのドンドットットっていう振動によって鉄の巨人は動いてるんだっていうのはクールな感じする。なんか目が描かれないメガネかけたやつがこうやって話してるイメージあるよな。カリファみたいなやつがさ、鉄の巨人はドンドットっていう振動で動くんですみたいな。クラブウターマン絡めるとなんかもっとロマンがある、ワンピースっぽい感じするな、そっちの方が。物に悪魔の実がクラブウターマンで説明できるかどうかも、だからそれももう本当に謎なのよな。
実際に銃にダックスフンドの悪魔の実の能力をどうやって食べさせんのっていうさ、もう意味わかんないの、食べさせるって表現がさ。逆ならわかんだよな、悪魔の実。逆でもあんまわかんねえか。まだ悪魔の実、犬犬の実モデルダックスフンドに銃を食べさせる方がまだわかんない。銃ってだって口もないじゃん銃に悪魔の実を食べさせるがわかんないわけよ。銃に犬犬の実モデルダックスフンドの、それこそグリーンブラッドみたいな注射器みたいなさ、これ犬犬の実モデルダックスフンドですっていう悪魔の実のこの力を銃にこうチューって注射して、犬犬の実モデルダックスフンドの銃ができるってことを、物に悪魔の実を食べさせるって言ってんのか、それともこの銃を大切に大切に使い続けて、これにクラバウターマンが宿りますと、この銃に。でこのクラバウターマンに犬犬の実モデルダックスフンドを無理やり食べさせますと。でそうすると犬の実モデルダックスフンドの銃ができるかもしれないみたいなね。これが分かんないんだよな、食べさせるっていうのがね。いやガチでバグるよこの話は。でまだ銃は今みたいに想像できるでしょ、銃とダックスフンドは。毒ガスに三将軍の悪魔の実を食べさせたのがスマイリーなのよ。毒ガスだよ、毒ガスという機体に悪魔の実をどうやって食べさせんのよ。注射もできねえよ。さっきグリーンブラッドみたいな犬犬実ダックスフンドの注射器があって、それを銃にチューってやったらなるんじゃねえかって言ってたけど、それも無理なのよ、毒ガスに悪魔の実を食べさせんのは。毒ガスに悪魔の実を注射できねえわけよ。かといって毒ガスを大切に育てて、毒ガスにクラバウターマン出てくんの、物を大切に扱ったことによって。物でもないしな別に、毒ガスは意味がわからねえのよ。いやただの比喩的表現だと思うのね。ただ比喩的表現だとしてもどうやってやんの、毒ガスに悪魔の実を食べさせるってさ。どこまでのこと言ってんの、毒ガスってさ。東京ドームに毒ガスが充満してたとしてさ、それ全部が1個体なのか、部屋を区切ったら2個になるわけじゃん毒ガスは。どうやってそれが1個体になるわけっていうさ。ガスを液体にして悪魔の実を溶かしたらいけんの、液体も物質は物質か。いやーこれが明かされんのがわかんねえな。毒ガスから大切にしてくれてありがとうとか聞こえたら笑う。いやだからこれがまあ比喩だと思うんですけど、物に悪魔の実を食べさせる技術っていうのはまるでってことだね。まるで物に悪魔の実を食べさせたかのように武器が能力化するしっていうことだと思うんですけど、それが実際にどういう作業なのかっていう、その注射器の話とか、クラバウターマンに悪魔の実を無理やり食べさせる話とか、いろいろあるけど、どれもなんか違ってそうな感じもあるじゃん、毒ガスとかあるんだから。単純にグリーンブラッドみたいな悪魔の実の成分っていうのを抽出したなんか液体みたいなのを例えば生成して、それ注射っていう形じゃなくてもうそれに浸すとかね犬犬の実モデルダックスフンド、もうなんかそんな感じじゃねえのな。犬犬の実ダックスフンドの成分でできたこう液体みたいなのを水槽にこう作って、それに銃を浸すとそうなるとかね。ゾウゾウの実ファンクフリードみたいなさ、その液体みたいなのを作って、そこに剣を入れるとある種は物に悪魔の実を食べさせた結果になるっていう。マジわかんねえから。それならガスの方がまずや、あーガスね、あーなるほどね。もう機体にしちゃって密閉された空間みたいなのを作って、ここに物を入れたら合体しますみたいなさまあ難しいところだけど、物に悪魔の実を食べさせる技術っていうのは、まあベガパンクが発明した技術で、それを応用してシーザーも毒ガスにサラサラの実モデルサンショウウオみたいなのを、モデルサラマンダーだっけ、サンショウウオの一種モデルアホロートルっていうのを毒ガスに食べさせるみたいなことをやってるみたいなのがあったりするんでね。ベガパンクだけができる技術ではもうないと思いますけども、発明人であるアイデアマンであるベガパンクがその秘密をこう明らかにどうやってやるのか、どういう順序でやるのかっていうのを、それを明かした方が分かりやすいとも思うんですよね、読者的にもね。でそれが誰の口から語られるのか、それとももうなんかご想像にお任せしますということでその方法は語られないのか、まあ、語られなきゃいけないの、それだったらいっぱいあるんだけどね。グリーンブラッドもあんま分かってないもんね。グリーンブラッドを物に悪魔の実を食べさせる技術とか、その辺か。あと血統因子の何らかの云々とかね。